こんにちは。堺の壺の妖精ハミ様っす。僕は春江、三国、堺、丸岡の頭文字から生まれた妖精っす。そのお供のハサミ丸です。ハミ様の番組進行をサポートしていきます。この番組では堺市内のいろんな出来事を僕たちがそのツボを押えて紹介していくっすよ。もういくつ寝るとお正月。あら神様、まだ気が早いですよ。お正月にはカニ食べて、えお年玉でもらったお金で遊びましょう。あらあら、スキー場で彼女探すぞ。お正月、欲望まみれの替え歌ですね。さてと、早速今回の堺のツボを押さえていくっす。堺ニュースでは秋の生き物ワクワクフェスティバルの話題っす。そして今回のトピックスとして、お家で見られるコミセン講座と空カラフルをお届けするっす。どんな内容か楽しみっすね。そうでございますね。それじゃあ堺のツボ始まるよ。堺ニュースのお時間っす。ハサミ丸は動物好き？動物は好きでございます。と言いますか、私もカナリアという鳥の一種ではございますが。え、そうなの？初めて知ったよ。もう少し私に興味を持ってください。今回はいろんな動物の生態を学ぶことができるワクワクフェスティバルについてお届けするっす。ここは三国町にあるボートレース三国。日本海側唯一のボートレース場なんすよ。そのボートレース場を会場に、大人も子供もワクワクするイベントが行われたっす。ボートレース場といえば主に大人が喜びそうな場所ですが、この会場よく見て、たくさんの動物たちがいるでしょ。ここは動物の生態を楽しく学べる動物園っすよ。ふれあい動物園とは違うのですか？ちょっと違うっすね。詳しいことを教育体験型動物園ズータイム園長の藤井さんに聞いてみたっすよ。我々はズータイムというあの動物園なんですが、教育に特化した動物園というのを目指してます。で、動物園というとどうしても遊びに行く場所とかレクリエーション要素がすごい強いっていうのがあるんですけども、我々はその中でも動物園の役割の教育という部分で、それイコール生態を伝えることっていうふうに、認識で活動しております。ですから、まあ普通のその動物を第一目的触るという触れ合い動物園とは差別化してやっております。はい。で、まあ、こちらのウサギの秘密基地という展示なんですけども、これはウサギの、まあ、生態を伝えてます。で、皆さんがペットとして飼っている、このウサギなんですけども、実はヨーロッパから来た穴ウサギというね、穴を掘るのが大好きなウサギさんなんですね。ですから地面から下を穴を掘って、このようにしてね、巣穴で暮らしてるよというような生態をこのように、お伝えしたりしています。なるほど、いろんな動物の生態に興味が持てますね。子供たちもガイドさんの話を興味津々で聞いているね。もうちょっと上がったり、生態や特徴を学んで、より一層生き物について理解が深まるっすね。全部尻尾みたいやけどね、どっからどこまで尻尾やと思う。ここでは動物のイラストを使った缶バッジが作れるっす。上手ですね。見て、ハサミ丸、今から鷹の生態をよく知ることができる鷹のフライトの実演が始まるよ。小動物に見立てたおもちゃをガイドさんが走らせると、ほら、あんなにも上手にキャッチするんだよ。鷹って獲物をああやって捕まえるんだね。子供たちも間近で見る鷹のフライトに目を輝かせていますね。ハサミ丸もやってみせて。嫌です。今回の秋の生き物ワクワクフェスティバルでは、多くの親子連れが興味津々で生き物について学んでいたっすね。
そしてこれをきっかけに会場となったボートレース三国にも足を運んでくれる人たちが増えるといいっすね。お願い神様、彼氏ができますように。こんにちは、春江北養蜂園メロン組担任の桶村です。春江北養蜂園は春江町の北部に位置し、辺りには豊かな田園風景が広がっています。園児たちは目の前にある百合の里公園で季節の草花に触れたり、体を動かしたりしながら四季の変化を楽しんで過ごしています。メロン組12人の子どもたちは、制作遊びなど友達と一緒に考え、作って楽しむことが大好きです。お花紙を使った色水でジュースやゼリーを作り、お店屋さんごっこをしたり、色染め遊びをしたりしています。また、体を動かすことも大好きです。体操教室で自信をつけた子どもたちは、鉄棒にもチャレンジしています。一人一人のできることが増え、クラスみんなで喜びを共有しているメロン組です。私は縄跳びで二重跳びを頑張りたいです。僕は友達と一緒に理科の実験を頑張りたいです。私は勉強で100点を取りたいです。僕は鉄棒でサッカー恋を頑張りたいです。私は図工でいろいろ作りたいです。僕は縄跳びで二重跳びを頑張りたいです。私は勉強で100点を取りたいです。私はダンスを頑張りたいです。僕は縄跳びで前けんけんを頑張りたいです。僕、鉄棒で逆上がりを頑張りたいです。僕はリレーを頑張りたいです。私は実験を頑張りたいです。このコーナーではコミュニティセンターで行われている講座の一部を皆さんにご紹介していくっすよ。お家にいる時間を少しでも楽しく有意義にしていきましょう。今回ご紹介するのは兵庫コミュニティセンターのパンチ&エアロッス。爽快な汗を流してシェイプアップしましょう。それでは兵庫コミュニティセンターの森瀬さん、よろしくお願いするっす。皆さんこんにちは。兵庫コミュニティセンターです。兵庫コミュニティセンターは睡蓮が有名な遠流の池が近くにあり、穏やかな環境に恵まれています。さて、今回のお家で見られるコミセン講座はパンチ&エアロ教室です。ストレス発散とシェイプアップに最適の教室です。皆さんも一緒に体を動かしてみましょう。この講座は前編後編に分けてお送りします。先生は藤田裕子先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。お願いします。パンチエアロは二の腕や背中、ウエスト周りの引き締め、また音楽に合わせてダイナミックに動いていくことでストレス解消やシェイプアップにも期待ができます。さあ、
では一緒に動いていきましょう。畳2畳分ぐらいのスペースを確保してください。右足を前にして小指から順番に握っていきましょう。親指は軽く添えていきます。そのままこめかみのあたりに手を持っていきましょう。さあ余裕がある方は足踏みをしていくか軽くフットワークをしていきましょう。さあそのままジャブを2回ください。クロスを2回。さあこのまま動いていきましょう。ジャブ2回クロス2回、ジャブクロス。さあターゲットは鼻や顎を狙っていきましょう。肩が前に出るように、そうです。この時に二の腕や背中、ウエストの引き締め効果を高めていきましょう。さあ1回ずつに変わります。右左右左、そうです。さあターゲットを決めて鼻、顎、狙っていきましょう。打った後は必ず顎のところに戻してきます。さあ右左、さあいけたらスピードアップです。ワンツーワンツー。さあ呼吸止まってないですか。パンチを打つ時に息を吐いていきます。1212。ねじれてますか。肩を前に出して1212。ナイスです。そのまま続けてください。はい、OK です。今度は足をチェンジしていきましょう。さあさっきと同様、左足が今度は前になります。構えていきましょう。ジャブ2回クロス2回ジャブです。さあ余裕があったら下半身もしっかり動かしてウエストをよりひねっていきますよ。呼吸できてますか。1回に変えます。ジャブとクロス、ジャブクロス1。さあそのまま続けますよ。息吐けてますか。はい、4、3、スピードアップです。はい、1212。スピードが速くなるといろんなところを打っちゃいます。でもターゲットは鼻と顎を狙って、必ず打った後はガードポジションに戻してきてください。ねじれてます。肩を前に出してお腹をよりねじっていきましょう。あと4ついきましょう。4、3、2。はい、OK。 右足前です。さあフットワークをしていきましょう。今の動きをコンビネーション組み合わせて動いていきましょう。さあまずは1234でフットワーク、ジャブクロス、ジャブクロスです。さあ狙いを定めて相手の顔を想定しながら、さあ足元も軽やかに動かしていきましょう。ワンツーワンツー。さあこの動きにプラスして足していきます。ジャブジャブクロス、1234123でお休み。さあ繰り返しますよ。せーの、1234123。さあジャブはスピード、クロスはパワーです。力を入れてウエストをひねる。さあそのままいきましょう。せーの、1234123。さあ打った後顎のところにしっかり戻しますよ。3456、ナイス。さあ足していきます。1234123の後しゃがみます。フットワーク1234、これウィービングって言います。さあ行きましょう。打った後にしゃがむ、相手の攻撃を避けます。顔を叩かれないようにガードしながら、さあ反対の足前です。1234お休み。反対の足も練習していきますよ。せーの、1234。ナイスです。さあターゲットずれてないですか。このままジャブジャブクロスが入っていきますよ。さあ行きましょう。せーの、1234123。さあ呼吸できてますか。1234、ジャブジャブクロス。さあ右左同じように動いていきましょう。1234。次しゃがみます。せーの、はい、3 4 1 2 3。しゃがんで下半身しっかり使っていきましょう。1 2 3、しゃがみます。
足チェンジ。さあ右左後方に行きますよ。ジャブジャブクロスでウィービングしたら左足前、1、2、3、4、1、2、3、しゃがんでしゃがんで、そう1、2、3、4、1、2、3、しゃがみます。ラスト3、4、1、2、3。さあ次はフックの動きを入れていきます。横からトン、横からトン、頬骨を殴るようなイメージです。さあガードは高く、下半身母子球でしっかりとかかとをまくり上げるような感じ、骨盤をひねりながら打っていきましょう。手が伸びないように肘は90度、1、2、そうです。息を吐いて、さあ次はスピードアップしていきますよ。1、2、右左交互に、そう。さあかかとしっかり動いてますか。お腹もねじりながら、はい、4、3、左足前、はい、フットワークです。さあ左も同じようにトントン。さあウエストひねりながらかかとをまくり上げて、頬骨を狙って横から、手で内にならないように腰をひねりながら、そうです。そのまま続けましょう。さあだんだん息が上がってきてますね。これが脂肪燃焼効果高めていきます。早く、ふ、息も吐きながら、あと4ついきましょう。4、はい、3。さあ右足前に変わりますよ。さあ今のフックでコンビネーションを組み立てていきましょう、はい、前後ろ前後ろ、フック2回、反対も2回、お休みです。さあ繰り返しますよ。右2回、左2回、ちょっと早いですけど頑張ってきてください。さあ行きましょう。右2回、左2回、これに1個ずつを4回足していきます。せーの、はい、1個ずつ4、3、2、せーの、2回打って、2回打ったら次1回ずつ。さあ左足にチェンジです。フットワークして、さあガードポジション、左も同じように動いていきましょう。2回ずつどうぞ、2回打つ。さあ頬骨狙ってくださいね、お休み。さあ2回です。左2回、右2回、お休み。さあ呼吸をしながら、ふふ、1回ずつ4、3、2、次からでいいです。さあ一緒にいきますよ。1回ずつ4、3、2、せーの、1回ずつ4、3、ラストいきましょう。1回ずつ、はい、 OK です。そのまま、さあよく頑張りました。さあ肩のストレッチです。足は止めずにちょっと足踏みしながらいきましょうか。反対側、さあ肘を持ち上げて二の腕のストレッチ。ここがピーンと張ってる方は二の腕引き締まってますよ。反対側もいきましょう。はい、 OK。 さあ手をつないだら背中を丸めます。はい、今度は手を後ろに回して胸を前に突き出していきましょう。はい、 OK です。ありがとうございました。藤田さん、ありがとうございました。次回もお楽しみに。お願い、神様。
コロナが収まって海外旅行に行きますように。Thank you.
マリン体操を始めましょう。その場で軽く足踏みします。脇をパタパタ、前後ろ、前後ろ、手を前に屈伸しながらクロール。手を後ろに背泳ぎ。手を横に開いて平泳ぎ。体をひねってリフティング。ももを肘にタッチタッチ。手を腰に、足を斜めにキックキック。足を後ろに、かかとにタッチタッチ。呼吸を整えましょう。さあ次はストレッチ体操です。呼吸を止めず、反動をつけず、筋肉をゆっくり気持ちよく伸ばしていきましょう。両手を頭の上で組み、真上にゆっくり伸ばします。全身のストレッチです。緩めて、もう一度。そのまま体を横に倒します。脇腹のストレッチです。反対。その手を前に、後ろにひねります。肩からお腹にかけてのストレッチです。反対。おへそを見るように背中を丸めます。背中のストレッチです。両手を後ろで組み、胸を張ります。胸のストレッチです。足を大きく開いて腰を落とします。膝が内側に入らないように。股関節のストレッチです。肩入れをします。肩のストレッチです。反対。体をゆっくり起こし、足を前後に開きます。体重を前にかけます。ふくらはぎのストレッチです。前膝を伸ばし、体を前に倒します。後ろもものストレッチです。足首を持ち、かかとをお尻に、前もものストレッチです。足を入れ替え、体重を前にかけます。前膝を伸ばし、体を前に倒します。足首を持ち、かかとをお尻に、軽く足踏みします。深呼吸。はい、もう一度。